皆さんこんばんこばは。はピアノ教授演コーチ星野です。はい、今日はちょっと早いですね8時 <laughs>、えー、15分ですこのあとですね、あのー、ちょっとあのうちのピアノ系塾の先生方とのコンサルが縦付きにボンボンボンって入っててですねちょっとあのライブするにもな、あのー、時間がないなと思ってですね最近ちょっとですねやっぱり9時とか9時半ぐらいにライブしたいなと毎日話したいこと山ほどあるんで。<laughs> なんですがまあ、その時間もねコンサル入れたいしと思っていましょうとですねもうちょっとちゃんとスケジュールをきちんと立てようとちょっと反省しておりますので、まあ、今後はもう,もう少しですねあのー、まあ、せめてねその時間ね30分ぐらいねあの前後分けられるように、まあ、ちょっと工夫していければななんて思ってるんですけども、えー、まあ、せっかくあのー、貴重な時間あのー 皆さんにねお付き合いくださってるんでなるべくね有益な情報をお話しできればなあなんて思ってるんですけど今日私はですねあのー、週に1回の、まあ、ここだけの話週に1回しかレッスンしてないんですけどまあそのレッスン日だったんですよ。で今日は初めてねあまりまあ,あの個人情報がわかるようなお話をしちゃいけないと思うでまあ一般的な話なんですけどまあ,あの初めて、えー、レッスン 見たんですよね。まあ,あの低学小学校低学年さんということにしておきましょうか。であのー、最近ねちょっと自分でいろいろ改めたことがあって、もうねとことんピアノの先生の当たり前を外そうと思って、ピアノの先生から見たらなんかいろんなこと当たり前のことあるじゃないですか。ピアノの先生から当たり前っていうのは例えばですよ。そソリアコースティックで。 かか、か、ななききゃゃよよねねとと練習しなきゃダメよねとかピアノ習うならアコ,ィアコースティックピアノがないとダメよねってピアノ先生の中の当たり前じゃないですかいい悪いじゃなくてねでもちょっと待って待ってと一回その当たり前はピアノの先生側の当たり前で実際そのね一般の方一般消費者これからピアノ教室習いに来る方はそこをまず当たり前と思ってないからさ。 なんかそういういの一個一個ちゃんと確認して当たり前風情に言っちゃダメかなと思ってあのというふうに今ちょっとあの新しい方が来たんでねこれいい機会だなと思って自分の中の当たり前を外そうと思ってあ,のあと例えばですよ、まあ、あのピアノ先生の当たり前で言うと、まあ、服装だったりするねい,いらっしゃる生徒さんの服装とかこうなんていうかたまいとかさあの まあ別に合ってんですよこっち側合ってるんだけど例えばちゃんと爪は切ってこなきゃダメよねとか手を洗ってこなきゃダメよねとかねあの裸足でレッスン室に入っちゃダメよねとかいろいろ当たり前があるわけじゃない。で別にいいんだけど一回いやそれは私たち側の当たり前で一般消費者の人はそうじゃないかもしれないと。だからもしどうしてもそれをそうしてほしければお願いしたり。 きちんとお話ししたり理解してもらわなきゃいけないっていうワンクッションはやっぱり置かなきゃいけないんじゃないかと思ってあま,まあいろいろねでそう思ってるんですよ最近何が一体私たちのなんかわがままの思い込みというかわがままの当たり前は何なんだろうと思ってで一回その,の外して今日あのレッスン見たら結構いろんなことが新鮮で いや当たり前だから当たり前なんだけど例えば今日ね初めてのお子さんに、まあ、楽譜なんか言うと分かっちゃうから、まあ、まあいいんだけどあのー、初めの曲がね銅ばっかしの曲なんですよ <laughs> 大体みんな分かると思うけどだどの曲かうばっかしの曲ででもきちんと右と左が出てきてで、まあ、2番にいくともう、あのー、2分音符が出てくるわけですよ4分音符と2分音符が。 この時点で情報量が3つじゃんねあのえっとまず工程ですよね「ド」と「レ」っていう情報が出てきてで「右」と「左」手って情報が出てきてで2分音符と4分音符の情報が出て私今日教えてたんだけどまあよくできるお子さんなんで結構サク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 もちろんすぐできないんだけど思ったよりちゃんとできてたの。で これを当たたり前とと思思っっっっちゃゃいいけないなててできてらっしゃったけど、で今日パパさんがいてパパさんすごい理系で論理派でまあ優位感覚的から言えば多分言語感覚入った四角形なのよね頭の言い方なんででこれ今娘あ娘ですか生徒さんがやってることをやっぱりきちんと伝えようと思ってその今日を そう私がずっとその一個一個潰してたんだけど、えー、ドトレの話とか左右の話とか音符の長さの話とかで私的にはすごい感動してたわけよできるなこの子すごいなと思っていきなり三つの情報ボンボンボンって入ったけどつついてくれるなと思ってだから当たり前外したんですよあすごいなとこれこれいわゆるピアノっていう中だと皆さん当たり前だけどこれ他のものに置き換えたら 一度に3つの情報が入,ってる入ってそれをこなすってもしかしてものすごいことなんじゃないと思ってすごい感動してこの子できる,できる的な目線でまあまあできるお子さんだったけどでそれをパパに伝えたいと思ってどう見てるか分かんないから私よくすごい感動してて3つの情報をこの子は情報処理してると溝口先生で言うとあのワーキングメモリーをねもう一生懸命こうやってるなと思ってで終わったあとにもしも私はすごい娘さんがすごいことやって すみませんまあ、その子がすごいことやってるってマジ思ったからそれちゃんと伝えなきゃと思ってで、ね、パパさんがどういうふうに思ってるか例えば大したことや,やってないなって見えるかもしれないじゃんだってドとと、ねとうド「ど」と「れ」と「左右」ともうどばかしほとんど「ど」で「れ」がちょっと出てきてさであのほとんど四分音符なんだけどたまに二分音符が出てくるようなねまあ3曲ぐらいやったんだけどさ今日さ。でパパが いや先生ななそんなまだ簡単なことうちの,その大したことないですよってなったらあのこれはあかんと思ってでその話にしたんですよ。パパさん今日は大人にわかる理屈で、まあ、娘さんこ3つの情報を今日は3つの情報が出ましたと、えー、左右の話ドトレの音の皇帝の話。 で長さ音の音話ですね四ンプと二ンプこれおおの見事にあのちゃんと理解して情報処理してて「これものすごい音なんですよ」って言ったら「パパちゃんと分かってて「いや僕もそう思います」っておっしゃったんですよ。このパパいないなんか分かるな話分かるなと思って「いや僕もすごいと思って見てました」って「いや僕は僕だったらできないかも」みたいな。にしたらチャラッとなんんだよでもそれちゃんとパパ分かっ きっとパパこのパパは上手にこのあともその娘さんがこうやってることの取り組みの内容を理解して「あうちの子すごいことやってるぞ」と「応援してやろう」みたいなっていうふうに多分思ってくださってるそういう,こうい,い,いい視点でどれだけ難しいことやってるかっていうのをう分かってくれてると思って今日すごい感動だったわけですよ。まずお子さんに感動して「あできる!」と思って「情報処理3つできる」と。でさらにそれをパパがどういう見方してるかっていったらちゃんとパパ分かってて「いやすごいことやってますよね」って。 めっちゃ気分高くて、なんか面白かったっていうか嬉しかったっていうかで、これを一般の人にちゃんと話せばいいんじゃないかと思って。すごいことやってますよ。とね。音だけ聞いたらさね。ドド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 みたいなね。どれどれとかどしどしとか。まあ詩は出てこなかったけど、今日ね。あのそれだけ聞いたらさチャラい曲に見えるわけよね。よっぽどまださ。 右手の堂々とそらら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 ぐらいの方がまだんかこう曲としては見栄えもするしかなと思ったんだけどやっぱこの伝え方もねんかまあ星野優子結構そういうのうまいからさうまいからさ簡単なものを難しく難しいことしてるように話すのうまいっつうかさまあまあまあそんなんでお父さんが感心してくれてなんでだから私たちの中の当たり前を外しましょうよ。 すすごいことですよピアノ弾くことって一時にいろんな情報処理をしますよっていうのをだからピアノを習うと集中力身につくし、えーね、あの脳のシナプスも増えるし、えー、ワーキングメモリーもね増えるしみたいになんかもっとこう保護者がピアノを習いに来るとうちの子いい感じになるみたいなのを、ね、ちゃんと伝えた方がいいんじゃないかなと思って、えー、思いましたので。 ぜひ皆さんちょっと伝え方をね工夫してね、えー、もっともっと一般の保護者の方が「えピアノってすごいじゃん」ってうちの子に習わせたいって思うようにあのお話しくださったらと思いいますはい、そんなとこで今日はね、えー、あの早くなっちゃったんですけどまた皆さんとあこの話もできたらと思いますので、えー、よかったらコメントフェイスブックですね。えーああの 良かかった DM とと感想とかくだされば普通の投稿の方でもいいのでねあの励みになりますのでまた「こんな話して」とかね「ライブこんな話して」とかって言ってくださればまたしますのでぜひぜひお待ちしてます。はい、ではいで皆さんまたねー